総社主張の片岡総一です。総社高校、また総社南高校はじめ、すべての高校生の皆さん、卒業おめでとうございます。本当は卒業式に直接行ってみんなに熱い気持ちを伝えたかったんですが、こうしたご時世になってしまってとても残念に思います。皆さん、本当に卒業おめでとうございます。特にみんなには1年半前に西日本大豪雨の時にボランティアで総社市をみんなで守ってくれた。みんなの熱い気持ちを決して忘れていません。とてもお世話になったし、高校生によって総社市が守られたかと思うと、もうすごく誇りに思ってますし、これ本当に日本の災害の中でも、総社の奇跡、高校生たちが起こした奇跡として後世に全国に語られると思います。みんなはすごい素晴らしい存在で、みんなはこれからの世の中を背負って立てるだけの実力を兼ね備えていると思います。みんなこれから夢を持って頑張っていきましょう。そんなに大きな夢でなくてもいいんです。それぞれの自分自身の夢を持って、それを叶えるために頑張って生きていきました。本当のことを言うと、僕はみんなと同じ高校を卒業する時のその年齢の時に、夢は叶わないものだと思ってました。夢が叶うのは、特定の優秀な人間とか、特別に運がいい人とか、まあ、ラッキーな人とか、そういう人が夢が叶うんだろうというふうに、ぼんやりと遠くで思ってました。でも、これまで生きてみて、その考え方は全く違うということに気がつきました。夢は自分自身でそれを捨てたり、諦めたり、手放したりしない限り、必ず夢はみんなのものになります。ただ、一つだけ条件があって、持ってるだけではダメです。その夢を叶えたいという、その気持ちを毎日持って、朝から晩までその夢に向かって頑張るんです。こうしたい、ああなりたい、その自分に近づくために頑張って、努力に努力を積み重ねて、それを毎日実践していく。それがとても大事です。世の中いろんな難しいことがありますが、続けて思いを持ちながら頑張っていく、続けるということはとても難しいことです。でもみんなならできるはずです。一つの夢に向かってその夢を叶えるために毎日毎日努力を積み重ねていく、それが夢を叶える方法です。夢は必ず叶うものです。みんながそうして幸せを手に入れて、そして周りの人も明るく楽しい気持ちにさせて幸せを与えられる、まあ、そんな人生を歩んでもらいたいと思います。これからも総社市はみんなのことを本当に心から好きだし、心から応援し続けていきたいと思います。やがてはみんながこの総社市やこの国をリードしていく、そんな存在になってくれると信じています。本当に、名残惜しいんですけれども、みんなに心から卒業おめでとうと申し上げたいと思います。卒業おめでとうございます。高校卒業おめでとうございます。